どうも、スミカです。この度はスミカ片岡健太の体調に関してお騒がせしております。お騒がせしております。これを受けてですね、先日スミカライブツアーシンガーロングの年内公演に関して、延期という発表をさせていただきました。こちらの公演の延期に関してなんですけれども、現在、調整中となっておりますので、分かり次第、すぐにお伝えさせていただけますので、引き続きお知らせを待ってていただけると、ありがたいです。はい、そして、このスミカの、ライブツアー、シングアロング以外のですね、当初スミカとして出演を予定していた、今年年内のライブイベントに関してなんですけれども、こちら、スミカ片岡健太を除く、スミカ新井智之と、はい、スミカ小川隆之、この2人を中心としたスミカルーフセッションという形態で出演させていただくこととなりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはですね、本当に急遽ということで時間もない中、そしてまたこのイレギュラーな事態だったにもかかわらず、このスミカルーフセッションでの出演ということを快諾してくださったイベンターチーム、そして関係者の皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。この期間にですね、健太にはゆっくりとリハビリをしていただいて、うん、またね、完璧な素晴らしい歌声でステージに帰ってきてほしいと思っておりますので、はい、よろしく頼むぜ。そして、我々もですね、せっかくこういう機会をいただけたからには、スミカの穴を埋めようとか、スミカの代わりにやろうとか、そういった気持ちではなくて、スミカルーフセッションとして最高のライブパフォーマンスをできるように仕上げていきたいと思っておりますので、どうか楽しみにしていただけると嬉しいです。僕個人としてはですね、やっぱりイベントに出れなくなってしまったのはすごく残念ですし、すごい悔しい気持ちはあるんですけれども、やっぱりそれ以上に今回のこのイレギュラーの形を受け入れてくださったイベントを作る制作チームであったり、関係者の皆さんであったりとかに対してまず感謝ですし、してやっぱり面と向かっていうこと少ないですけど、メンバーとスミカスタッフチーム、スミカチームのみんなにもね、本当に感謝しています。でこのいただいた時間で、自分のね、歌声を取り戻せるようにリハビリに励んでいきたいと思いますので、もうライブはね心配ないんですけど、だって一緒にいるじゃないですか。あらららら、ねえ、歌詞は飛ばさないように。だからプレッシャーかけてくる。何の、今言うことかね。絶対今の言うことじゃない。信頼してるから。まあ、そうですね。あえてだよね。大好きなね、チームです。自慢のチームなので、素敵なライブをしてくれると、僕は信じております。よろしく。よし、任せてください。お互いね、こうやってね、セッションとして、そして、健太もリハビリを、お互い頑張っていこうと思っておりますので、どうか今後ともスミカをよろしくお願いいたします。以上、スミカでした。